みなさんこんにちは。オノレラライスポットのファンです。スイリーです。今日は2人に税関検疫クイズをやってもらいます。問題を出すから2人とも丸か×かで答えてくださいね。はい、頑張ります。すみません、検疫って何ですか？検疫はね、日本に病気が広がるのを防ぐため、空港で出入りをする人や物を検査することだよ。あー、なるほど。それでは早速第1問。タバコを2カートンお土産に持ってきました。これは免税でしょうか？お二人とも考えてみてくださいね。無料と思う。うん、私も無料だと思います。多ければ無料じゃないけど、ちょっと税金に入ったけど、猫まで大丈夫かな。そう、このくらいは大丈夫だと思います。それでは正解の発表です。正解は丸です。イエーイ。タバコは2カートンまで免税です。ただし2021年10月1日からは1カートンに変更されるので、お土産に持ってくる人は注意しましょう。はい、注意しないといけないですね。わかりました。ありがとうございます。さて第2問です。日本に住んでいる人のために瓶入りの母国のお酒を1本買ってきてあげました。これは免税でしょうか？はあ、1本なら大丈夫かな？大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫です。それでは正解の発表です。正解は丸です。はあ、イエーイ。お酒は3本まで免税です。3本以上持ち込む場合は最大1本あたり800円かかります。ただしあまり持ってきてしまうと瓶なので割れてしまったり、重さで航空会社からお金を取られてしまうので注意しましょうね。あ、結構重いですね、瓶は。わかりました。ありがとうございます。さて第3問。日本で住んでいる友達のために、友達の好きな牛肉のジャーキーを買ってきてあげました。これは大丈夫でしょうか？美味しいね。大丈夫かな。ビーフジャーキーは、ビーフジャーキーで大丈夫じゃないですか？私も大丈夫かな。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。それでは正解の発表です。正解はバスです。どうしてですか？美味しい食べ物って持ってきてもいいんじゃないですか？肉製品は日本国内の動物たちを病気にさせてしまう可能性があるため持ち込めません。さらに肉製品を不正に持ち込んで逮捕されたこともあるので、絶対に持ち込まないでくださいね。危ないですね。わかりました。勉強になりました。ありがとうございます。それでは第4問です。日本に住んでいる友達のために、友達の好きな魚のお菓子を買ってきてあげました。これは大丈夫でしょうか？さっきのビーフジャーキーはダメですから、この魚も。だけどお菓子ですね。魚は入る。
そうですね、さっきのビーフジャーキーはダメですから多分魚もダメダメだと思います。それでは正解の発表です。正解は丸です。魚は持ち込めます。ちなみに魚でできたジャーキーも持ち込めるので魚製品であれば問題ありません。ビーフジャーキーは持ってくるのはダメです。でも魚のお菓子を持ってくるのは大丈夫です。意味ですか？そうです、魚は大丈夫です。とにかく肉を使ってしまうと持ち込めません。ただしその魚のお菓子でも他の材料にチキンパウダーなどの肉を使っていた場合は日本に持ち込めませんので注意しましょう。あー、これは分からないですね。分からないですね。誰も教えてくれないね。そうですね。本当は多分持ってこない方がいいですね。そうですね、うん、お菓子などは実は肉が使われていたというケースがよくあり、日本でよく没収されていることが多いです。なのでなるべくお菓子を持ってこないようにした方が安全かもしれませんね。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは第5問です。日本に住んでいる友達のために友達の好きな果物かっこ生ものを買ってきてあげました。これは大丈夫でしょうか？これは分かる。分かりますか？そう、分かる。ダメです。果物とかダメ。そうです、私もそう思います。果物はダメだと思います。それでは正解の発表です。正解は×です。イエーイ。生の果物には土や虫が付着している可能性があり、先ほどの牛肉と同じように病気を蔓延させてしまう可能性があるので生の果物は持ち込めません。ただしお茶やドライフルーツは持ち込めるのでそこはご安心ください。あ、ドライフルーツ美味しい。そしたら果物がダメと言ったら多分野菜とかもダメですよね。もちろん生の野菜も持ち込めません。でも果物のものは全部の果物ですか？それはちょっと期限の果物ですか？基本的には全ての生の果物は持ち込めません。果物はダメ。生の果物の時点で基本的に土がついている可能性があると見られてしまうので持ち込めません、はい、そこはお気をつけください。はい、わかりました。それでは第6問です。母国で安くてデザインのいい偽物のブランドのバッグを日本の生活で使おうと持ってきました。これは大丈夫でしょうか？わかりますか？ダメ。私はなんか何でも持ってきてもいいんじゃないですかと思います。この前新聞とか読みました。それはダメ。ブランド製品、そうそう、ブランド製品。でもこれはだけど少なければ大丈夫けど、もっと量が多いと大変大変です。だけどこれがブランドの偽物かどうか分からない人もいるんじゃないですか？そうですね。日本の生活で使おうと販売の行為じゃないですね。販売の行為だったらダメだと思います。だけど私は大丈夫です。大丈夫だと思います。わかりました、はい、それでは正解の発表です。正解は×です。どうしてですか？偽
偽ブランド品は日本国内へ持ち込めません。日本の税関検査でこちらの物品が見つかると没収の対象になりかねないので注意しましょう。少なくてもダメってことですね。自分たちも注意しないといけないですね。そうですね。自分もこの後とか何とかあんまり分かりませんのでね。以上で問題は終了です。2人ともどうでしたか？いろいろなことを勉強になりましたね。みなさんどうでしたか？みなさんも税関と検疫のことを知識を学んで安心して日本に行きましょう。それじゃあまた見てくださいね。バイバイ。 YouTube チャンネル、 Facebook、 LifeForce ページ登録してくださいね。